あ、どうもこんばんは。こんばんは。ちょっとコラムを一本撮りたいなと思って。コラム？うん。で、これよーく聞いててほしいんだけど、今から二つの話をするから、うん、でも全然違う話なんだけど、その二つが。全然。だけど、その二つがあるところでクロスして、うん、一点交差して、めちゃくちゃ交わるところがある。うん、だからこの二つの話をね、よく聞いてほしいんだけど、今、うん、プロニートっていう仕事があるの知ってる？プロニート？うん。プロのニート？そう。要するに、何もしない、うん。まあ、いわゆるニートなんだけど、ただ何もしないんじゃなくて、プロで、うん、要するに、まあ、そのプロニートの考えっていうのはどういう思考かっていうと、うん、自分で、金っていうのは自分で稼ぐものじゃないと。うん、余っている人から、もらう。うん、まあ、金にしても、物資にしても、食料にしても、家にしても、うん。余ってる人からもらえばいいという。うん、自分で仕事をするわけじゃない。うん、で、これはあくまでも、だらけてるとか、うん、頑張ってないとかじゃなくて、それが仕事なの。ああ、そういうことね、うん。余った人からね。うん、だから金持ちとか、うん、で、だからネットで募集をして、今、現金何万円募集してますとか、住める家募集してます。うん、今日、何時に、例えばまあ東京とかだったらさ、東京のどこどこら辺で、食事ご馳走してくれる人を募集してます、うん、っていう仕事をしてる、うん、で理解できないでしょ。できない、できない、いまいち、うん、それ別にニートじゃんって、ただ人に頼ってるだけで仕事じゃないじゃんって思うでしょ、うん、普通に、うん、これがまず一つ、こういうまあプロニートっていうのがいるのよ実際、うん、何人かわかんないけど、うん、っていう話が一つね。で、もう一つ。ここのとこ、まあ、シマンチューもしてると思うけど、パチンコとかスロット、まあ、今はスロットか。スロットの動画の投稿者が消されたじゃん。結構、うん、動画を、うん。で、まあ、もちろんみんな消されたといろんな対策をして、サブチャンを立ち上げるとか、過去の動画を消すとか、いろいろ対策をして、うん、で、こうこうこうで消されたんで、今、ちょっと動画上げれませんとかさ、うん、そういうのを出してたじゃん。うん、で、そういう報告動画みたいなのを出してたんだけど、うん、結構。そこでコメント欄でこういうコメントが多かったんだよね。いや、もう、いい加減、働きなよ、うん。そんな動画で遊んで暮らしてないで、うん、真面目に仕事しなよ、うん。ちゃんと働きな、みたいな。これを機会、いい機会に、みたいな、うん。いうコメントが来てたのよ。うん、で、まあ誰かは言わないけど、とある投稿者は、いや、この動画を作ることが仕事なんですと。うん。別に遊んでるわけじゃなくて、うん、遊んで楽して暮らしてるわけじゃなくて、うち、ん、に行って動画を作って編集して、うん、で、公開するっていう、うん、大変な仕事をしてるんですって。だから遊んでるわけじゃありません、みたいな、うん。コメントしてたのよ。交わった、この二つ話。交わらないでしょ。この二つの話が交わった人は、頭の切れる人。わからないでしょ。どういうところが、例えばそのなんか、あ、これが痛かったのか、横綱社長は、みたいな。旗から見たら仕事してない人に見えたってこと、外見から。そう、まあちょっと惜しいラインに来てて、でどういうことかっていうと、動画作ってるじゃん、うん、だからそれ大変だってわかるよね。わかる、うん。でもまあその投稿者もそうなんだよ。いや、俺遊んでるわけじゃなくて、ただパチンコスロット打って適当に動画上げてるわけじゃなくて、うん、これを自分の中でちゃんと仕事として、YouTube に動画を出して、広告収入を得ると。それが自分の仕事なんだと。いう投稿者の気持ちわかるじゃん。わかる。わかるでしょ？マジでわかる、今は。わかるでしょ？うん。だけど、それは、投稿者が言うことじゃない。まあ、もっと言うと、投稿者が、投稿者同士だったら言ってもいいんだけど、投稿者が視聴者に対して、それを言っちゃダメなのよ。なぜかというと、理解されないから、絶対に。そうだよね、視聴者からしたらあくまでも、あ、こいつら、仕事もせずに、うん、まあ、本業があってやってるやつと、ね、まあ、専業と両方いるからあれなんだけど、うん、専業のやつに対しては、あ、こいつら仕事もせずに、普通の。パチンコスロット打って、それちゃちゃっと編集して、で、YouTube に動画上げて、何にも仕事せずに、ニートみたいな生活してるって、うん、って思うのよ、視聴者。でも作る側からすると、やってみろ、大変だぞ、お前っていう。めちゃ大変だ。この両者はもう、わからないの、お互い。
もう投稿者も視聴者の気持ちを忘れちゃってる。あ、そういうね、うん、で視聴者は投稿者じゃないからそれが理解できない、うん、で俺らはまあ投稿者やってるから分かるじゃん、その投稿者の気持ち、うん、だけどさっきそのプロニートのこと理解できなかったでしょ。うん、そういうこと。そう、そういうことなんだと思う。ああ、そういうこと、ね。自分で何が言いたいかね、全く分からなくなってきたんだけど。わかる、わかる。わかる。分かった、分かった。だから、その感覚を視聴者は俺らに対して持ってんの。うん、俺らがプロニート、は？何それみたいな、うん。何にもお前やってねえじゃん。うん、ただ金もらってるだけじゃんと思うじゃん。うん、その感覚を視聴者は投稿者に持ってる。ああ、同じことね、うん。そういうことね。うん。立場にならんと分からんけど、そう、ね、同じ立場にね、同じ土俵に立たないで、まあ、もし仮に俺らがそのプロニートみたいなことやってたら、いや大変だよみたいな、うん、あ、そんなただ単に何の理由もなく金くださいとか家住ましてくださいとか、うん、飯おごってくださいって何のつながりもない人にネットで言うのも、まあ、もちろん多分ね、恥ずかしいだろうし最初、うん、大変だよっていう、うん、やってれば多分俺らも分かるけど、それやってないから分からない、何もしてねえやつじゃんみたいななるでしょ。だから結局人間はその立場にならないと分かんない。で、分かんないんだよね。で、まあもっと言うならば、まあ俺らはパチンコ動画投稿者だけど、うん、もっと幅広く見ると YouTuber っていうのがあるじゃん。うんうんうん、で、昔なかった仕事じゃん。こんな、うん、そうそう、ネットに動画を上げて金を稼ぐなんてね。うん、で、YouTuberを認めないみたいなやつもいるじゃん。いる。うん。そんな仕事じゃねえみたいな。それはね、俺 OK だと思う、別に。そいつの考えとして。あ、そろそろ、ね。それは正しいとは言わんけど、考えで OK なんだけど、うん、普通の YouTuber はいいけど、パチンコ動画、スロット動画上げてるやつはダメだっていうのは、これは俺理解できないんだよね。そうそれはね。それは間違いないんだよ、完全。YouTube に動画を上げて稼いでるやつ自体を全て否定するっていうのは、まあ、そいつの考えとして OK だけど、うん、パチンコとかスロットだけはダメっていうのは、それはおかしいんだ。なんでかっていうと、それはあくまでも YouTube でもいろんなジャンルがある。うん、ゲーム実況、うん。あるじゃん。大食い、うん。で、俺らのパチンコスロット。で、あとはまあ、その一般的なその、なんか、いろんなのがある、ね。顔出しやってやる YouTuber。ね、まあ、ね、うん、まあ、うん、大きいとこで言うとヒカキンとかそういうさ、うん、まあいろんなことをやる YouTuber もおるし、だそれ全部ひっくるめて否定するのはわかるけど、まあいろんなジャンルあるけど、パチンコだけはスロットだけはダメだわっていうのはおかしいんじゃないかなと思うんだよね。どう思う？いや、それはおかしいと思う、俺も。ね、そのパチンコを否定するっていうのもね、うん、よくわかんない。あの、いや、パチンコ打ってないやつが、うん、パチンコ打つやつ嫌いだわっていうのは別にそれはいいと思う。あ、うん、それはいい、それはいい。俺も嫌いだったから、自分がパチンコとかスロット始める前、うん、スロット始めてないけど、ほら、いや、パチンコ行ってるやつバカでしょと思ってた。そんな金が減るだけなのにっていう、うん、思ってたからあれだけど、まあなんだろうな、あのお互い人間その立場にならないと本当にわかんない、わかんないと思う。だから俺らは別に視聴者に理解してくれという求めるのは違う、うん、それは投稿者同士で腹分け合いよね。そう、意外と大変だよねこれっていう、うん、話すのはありだと思う、うん、けど、それを視聴者に対して、うん、いや俺らも大変なんだよっていうのは違う、うん、それはもう永遠に分かり合えないと思うから。そうだよね、うん、だからまあ別に視聴者側としては別にそういうなんだろう、こんなんで稼いで何もしてねえと思うのは別に全然自由だと思うし、うん、いやいや、まあただまあ意外とやってみるとね、そうそう、大変じゃ大変はある。そうそう、うん、何にしてもね、まあそれはどの仕事しても、どの仕事しても行っていくか、何なんか大変だから、うん、そうで、そういうのでも理解して見てる視聴者もいる、うん、けどそれは本当ごく一部だと思うから、まあその気にせずにっていうかな、そういう声をその気にしてたら終わりだから、ネットに上げる以上ね。それは芸能人も一緒でしょ、うん、そうそうそう、芸能人なんかまあもっとそ の, もっとの視聴者層が広いからさ、そう、芸能人も楽して稼いで、うん、いや楽じゃないよ絶対、うん、だからそんな気にせずに自分の道をね突き進んでいくのが今の四万冲には大切じゃないかな。ああ、いい話です。登録者数10万人いかないと首切られちゃうんだから頑張ってよ。はい、うん、ありがとうございます。まあちょっとね、ベンさん脱退ということで、当分はね四万冲が一人の活動で、うん、でもうすぐ女の子のメンバーがね一人、うん、入るということで、であともう一人ね、どうしようもない人を一人ね、2020年の人を募集しようかなと。まだ言っても2018年
人どうしようもないやつがいて、で2019年クソハゲがいて、クソハゲ、はい、で2020年の本当にどうしようもないあの枠のメンバーがまだいないんで、我こそは本当にどうしようもないやつですみたいな、いたらね、ぜひ応募してもらって、シマンチュと一緒にサブちゃん盛り上げてくれて、ね、そうです、助かりますよね、うん、ね、一緒に頑張ってください、はい、俺がクビって言うかもしれないですね偉くなったな、シマンチュ俺がお前クビだっつって、ということで、あのメンバーあの1年限定の本当にクズクズメンバーをね募集してるんで、ぜひあの応募したい方、応募コメント欄でよろしくお願いします、はい、僕の方にも直接でもいい、あ直接家の方に、あじゃあ島んちの住所言うか、いやいやいや愛知県